岩切秀夫6月18日隊は、日本の政治家。元鹿児島県薩摩仙台市長。鹿児島県薩摩郡営利村に、佐田家の七人兄弟の六番目として生まれる。岩切生は、母方のおばの嫁ぎ先のもので、おばの夫が戦死し後取りとして、岩切家の養子となったことで、岩切生を名乗るようになった。父、佐田義信はエイ村議員を16年務めたほか、 母方農事にあたる福山実るは英利村最後の村長であった。英利小学校、英利中学校を経て1961年に、鹿児島県立川内高等学校を卒業。鹿児島大学を受験するが、不合格となったため、旧川内市役所の採用試験を受験。合格はしたものの、川内市が当時財政再建団体であったため、臨時職員として採用された。 1963年聖職員となり、1967年に法政大学法学部法律学科を卒業する。企画財政部長、助役、2004年に市町村合併で誕生した、薩摩仙台市の副市長を歴任する。2008年の市長選挙に出馬し、初当選。2016年、元市議の小田原雄二郎を破り参戦。 2020年の市長選は出馬しなかった。川内原発の再稼働を容認しており、2012年10月の市長選では、反原発候補を大きく突き放して再選を果たしている。ありがとうございます。